文からね、道の話が出てたじゃないですか、うん、これはね、僕ね、前から聞いてみたかったことが一個あるんですけど、うん、いいですか、質問、うん、これはね、僕がその否定してるとか正しいとか間違ってる話じゃないんですけど、ボディービルドってあるじゃないですか、はい、でこれってそのいわゆる今いろんな大会があるんだけども、うん、JBBF のやる日本ボディービルフィットネス連盟が公認する大会っていうのは、何が一番の特色っていうのはドーピング検査があるっていうことですよね、はいはいはい、で厳しいドーピングチェックがあって、でそういったものに頼らない生身の人間が勝負して、で究極極限まで肉体と精神を追い込んで、あの薄皮一枚を作り上げてくるわけですよね。なんなら命削って。でね、最近ハイパーナイフっていう施術がありますよね。で僕はね、ここまで命を削って食べたいもの我慢して何やってんのって思いながら、その日を迎えるために苦労してきて、最後そこに委ねるのっていう気持ちがすごくあるわけ。でも例えばそれはこっちからの見方であってね、例えばカラーリングのスプレーもそうなんですよ、はいはいはい、こっちからの見方であって、こっち側から見ると、例えばその薄皮一枚にするために塩分をカットして水を抜いて、で限度を超えてやって、でステージの上で痙攣を起こして、でふくらはぎがつるぐらいならいいけども、心臓だって筋肉ですからね、これ心臓が痙攣して倒れて救急車で運ばれるみたいなこともあったりするわけじゃないですか。そうするとね、そういう無茶な、無理はしても僕は無茶はいけないと思ってるから、そういう無茶をしないためにそういう施術があるという見方も僕はあるだろうし、カラーリングにしてもそのなんか昔はああいうこう塗ってよかったんですってね、でそれがその会場が汚れたりするっていうので、それもやっぱしその使う人たちのマナーの問題が問われたりとかするんだろうけども、それ以外にそのいわゆるお仕事柄、その焼けない人とか、その皮膚が弱くて焼けない人のためにカラーリングがあるっていう見方もあるんだけど、僕が一番ここだけが気に食わないのは、この施術をした人は上位に入賞してますよねっていうのをオフィシャルな感じで歌ってるのが僕はすごい嫌なんですよ。これやらないと勝てないんですかみたいな、じゃあみんなやろうやろうやろうって、だったらもう何でもあるにすればいいじゃないですか。それってもうボディービルドじゃなくてもう美容整形でしょって、はっきり言って、だったらカラーリングのスプレーがありなんだったら濃淡つければどうですかって、溝のとこ濃く塗って、あと薄く塗って陰影が出るようにすればいいじゃないですか。そこを苦労するのが道なんじゃないのって僕は思うんだけど、例えば僕今年の9月の、日本マスターズに久しぶりに、はい、まあ、60 の、はい、区切り で、うん、で60代って僕がすごい大好きな難波先輩という、はい、本当に僕初めてお会いした時にボディービルダーってまあトップの人たちっていうのは木澤君にしても後藤さんにしても本当に人格者なんですけど、まあ癖の強い人も多いじゃないですか。すっごい癖の強い人も多くて、そっちの人の方が多くて、でそんな中で難波先輩ってほんとお釈迦様みたいな穏やかな人 で、ね、はい、もう僕は大ファンになっちゃったんですよ、はいはい、で初めての大会で、まあ、マスターズでお会いした時にも声かけていただいて、でその初めてのマスターズの時に一年坊主が勝てるほど甘い世界じゃないってことを俺が教えてやろうっつって息巻いた山梨の内藤先輩っていらっしゃるんですけど、この内藤先輩と今やもう実婚で、はい、で僕マネージャーが実家が山梨なんで、山梨帰ると行くとその必ず内藤先輩から「知らん、山梨来てたでしょ、なんで声かけてくんないの」って目撃情報が入るって。で、まあ、60代にその内藤先輩とかね、難波先輩とか素晴らしい先輩がいらっしゃるんで、その先輩たちと同じステージに立つっていうで目標も一つ定めて、もう一回
まだ見たことのない世界をもう一回戻ってみようっていう決意をしたんですね。だけどそこでそういう施術をしやっぱ上位入賞者はみんな施術してるよね的なことがこうメディアに出たりとかすると僕はもういろいろ考えるわけですよ。いや俺は絶対そんなことやんないよって、生身の人間が生身で勝負することに意味があるじゃん、そんな他力本願俺はやんないって思うのも一つの考え方かもしれないけど、いやだけど大会でそういうものが評価されてその選手たちが上位に入賞する、じゃああなた参加するだけでいいんだったら別にやんなくてもいいじゃない、でもやっぱ出たら順位だってそれが全てではないけども勝つために必要な、それが必要なことだとしたらそれも施術をして最高の準備をしてステージに神宮に臨むのも一つの選択肢だと思うし、僕は初めて出た大阪ミスター大阪あれの時木田君も矢野さんなんかもみんな来て来られて、僕準優勝で終わった時、あの次の日にゴールドジムに行ったら井上博さんが僕のところに来て、お母さんちょっといいですかつって、で悔しくないですかつって、何がですかつって、いや加藤さん勝ったと思ったでしょつって、まあ負けた気はし勝ちにいってるし、だから木田君とか矢野さんも加藤さん優勝だと思ったって言ってもらったんで、あ そうなのかな、まあでもこの世界によくあることなんでしょつって、で、まあ、確かにまあ、負けて悔しくないとは思わないけど、こういう世界だっていうのはまあ伝え聞いてたこともあるし、まあ僕の中ではキャリア浅いのによくここまでやったなと思ってますけどつって、貸したくないですかって言って、いや俺も勝負師だから貸したくないかって言ったら貸したいですよつって、でなんで勝てなかったと思いますって言うから、わかんない、なんで勝てなかったのかわかんない、ジャッジが僕のこと気に入らなかったってことですかって言ったら、高田さんはボディービルダーじゃないからですって言われたもん。ボディービルダーじゃないってどういうことなんだろう、だって僕ナルシス山本にポージングの全部振り付けもしてもらって、であの曲もナルシス同じ曲使ってますよって、何が角田さんは K-1 ファイターなんです、いやいや K-1 ファイターはそうなんだけど、ちゃんと僕なんなら JBBF さんのお仕事も破格のギャラでちゃんとお手伝いさせてもらって、それはねこの業界に少しでもお役に立ってて、で僕も例えば大きな大会の MC をやらせていただくのにこの世界のことを知りもせずに MC でございますって出ていくのは嫌だから、じゃあ僕もちゃんと選手登録をして大会も経験していろんなことも経験して選手の気持ちとかこの舞台に向けて選手がどういう気持ちで臨んできたかってことが分かって名前をコールする、だから選手も喜んでもらえるっていう、そういうスタンスでやってきてるんで、その別にその K-1 から殴り込みをかけたなんていう気持ちも元はないんだけどって話をした時に、そのまあ井上博さんは博さんなりのそのニュアンスでそのボディービルダーに生だなりきれてないことの差だと思うというふうに言われた時に、まあそれも一理あるかなとは思ったんですよね。だから今年の大会でじゃあ僕がハイパーナイフをやるかどうかちょっと分かんないですけど、カラーリングをねした方がいいのか悪いのかっていうのはね、コロナワクチンを打つのか打たないのかと同じぐらい悩んでますけど僕はその、うん、ルール内であれば、うん、別に、まあ、ドーピングはもう持ってるわけですけど、うんうん、ルール内であれば別にそんなに抵抗はないですね。そういうカラーリングなんか僕は絶対、うちカラーリングサロンですから、あ、はい、うん、やってますもんね。カラーリングは僕は絶対、やるべきだと、やるべきだ、やるべき、やっぱりやってない選手とやってる選手だと、うん、ツヤが出るんですよね。やっぱりステージ映えは絶対するし、もちろんそれがルール違反だったら絶対なんですけど、ルール内で認められてて、より自分を仕上げた体をさらによく磨き上げ見せる、最終、まあ最後のこうなんですかね、調整と最後の一仕上げですよね。一塗りですよね、最後のね。まあ他カラリングはもうお客さんにも絶対勧めますし、ああなるほど、日本選手権の選手もほとんどもうみんな塗ってますんで、やっぱり塗らないとちょっとこうツヤが出なかったり、まあ確かにな、それの見え方で、それがジャッジングにね反映される競技であればね、
まあ、カラーリングなんで、まあ、やっぱり一時期はね、もうカラーリング一切禁止だったんで、そうですよね、もちろん僕らもあれだったんですけど、やっぱり OK になってからは、まあ、圧倒的に有利、まあ本当に見た目で、そのカラーリングしたとかいうのも分かんないですよね、審査員は。はい、もう見た目でやっぱり有利になるかなってのありますね。まあなるほどな、うん、だそれは僕ね、今日木澤選手とお会いするって言った時に、ぜひ聞いてみたかったことなんですよ、うん、最初はね、なんで最後そこに委ねんのって台無しだよって思ったんだけど、その年を取ることの素晴らしさっていうのは、若い頃ってもうそう思ったらそこしか見ないんですけど、年取ってくるとね、そうなんだけどこっちから見たらどう見えるっていうことにちゃんと取り組むようになりましたね、うん、それが僕の中の道です。また一つ道です、ね、柔らかくなるという、うん。